愛の不時着の感想をして話してみたいなと思います。この前初めてそういう感想系のあれで、映画ですけど、でやっぱり韓国系なんですけど、パラサイト半地下の家族っていう映画見た感想っていう動画をですね撮ったんですけど、今回はネットフリックスかな、で公開されております、やはり韓国のドラマ愛の不時着をですね見た感想を、まあ、さらっと、まあ、そして適当に喋ってみようかなというふうに思います。はい。でまずこれおすすめかっていうことなんですけど、これ非常におすすめです。ぜひ見てくださいと私はいろんな友達に、まあ、今会えないですけどコロナなんで、もう勧めたいという気持ちでいっぱいでございます。初めての韓国ドラマだったんですね、私にとっては。でなんか愛の不時着っていうそのタイトルとか、まあなんかね聞くに、要はその主人公の女性がですね、まあパラグライダーパラシュートわかんないけど、それの事故で、まあ、うっかり韓国からですね北朝鮮に不時着してしまうことで始まる、まあ、韓国女性と北朝鮮の男性のラブストーリーみたいなことで、こんなん見たいっすかねっていう、僕みたいな普通の男が。ちなみに僕ドラマも映画もほとんど見ないようなタイプの人間でして、まあかみさんがですねこれ面白いらしいから一緒に見ようよって言って、あしょうがないなっつって付き合いで見るし、付き合いで見ても面白くなかったらちょっとこれ無理だわっつってもう断念するんですけど、まあ、このドラマは見れましたね。でねそういう結構ど真ん中っていうか、もうラブストーリー恥ずかしくて見てらんないラブストーリーなのかなってそういうのがちょっと怖かったんですけど、実際見てみたら、まあ、確かにそうで、ちょっと日本のドラマにはないような本当なんかど真ん中みたいなですね、なんかそういう恋愛ものっていうか、まあ、なんかそのなんて言うんでしょうね、心の動きの表現とかあるんですけど、でもねやっぱ面白かったんですよね。でこれ全部で16話あって、1話が1時間10分ぐらいなんですよ。いわゆるネットフリックスとかであるようなドラマって1話4、50分ぐらいが多くないですか。でそれが1シーズン、まあ、8話だったり、まあ、12話だったり、まあ、プリズンブレイクなんか23話とかそういうこともあったけど、まあ、1話が1時間以上あってそれが16話あって、で、まあ、最後16話目は2時間以上あったかな。で結構長いんですよね。まあ、それだけでそれがシーズン1っていうか、それだけで終わりで続きはないんですけど、まあ、構成っていうか、まあここから多少ネタバレ入ってきますけど、まあ、なるべくネタバレせずに話したいなと思います。でも最後結末どう思ったかなとか、結末についてどう思ったかとか、まあ、そういう話もね、まあ、したいなと思ってます。で最初の8話ぐらいはですね、まあ言うならば北朝鮮編なんですね。まあそのユン・セリっていう主人公の女性が、まあ財閥令嬢で、まあ自分でも会社を経営してる、まあ社長なんですけど、まあその女性がパラグライダー事故、パラシュートの事故で、まあ、うっかり北朝鮮に入っちゃってというところから、まあ始まるラブストーリーで、まあ最初の8話ぐらいはですね、まあ、北朝鮮から脱出できるのかっていうね。で脱出しちゃったら、その北朝鮮で出会った、まあ、その恋に落ちる、名前ど忘れしたな、リ・ジョンヒョクかな、リ・ジョンヒョクっていう、まあ、北朝鮮 その軍人、中隊長をやってる男と恋に落ちるんですけど、まあ、その男とは、まあ、その北朝鮮を離れることができてね、そのユン・セリっていう女性が、主人公の女性が、韓国に帰れても結局離れ離れになっちゃうし、まあ、そこどうなっちゃうのっていうまでが、
まあ私は面白かったかなっていう感じですね。で残りの8話、9話目から16話までの最後は、まあ、言うならば韓国のそのソウル編みたいな、今度ソウルが舞台になるんですね、主に。はい、ソウルを舞台にまあ繰り広げられる、まあ、ドラマになっていくと。まあ2人の恋の行方も含めてですね、まあ、その他にもちょっといろいろ抱えている問題みたいなあって、まあ、どうなっていくかなっていう。で私が特に面白いなと思ったのは最初の1話目からまあ8話目ぐらいのその北朝鮮編ですよね。てか脱出できんのかなみたいなことも含めて、てか脱出したらもう会えなくなっちゃうんでしょこの2人はみたいな、でどうなっちゃうのっていうことが、まあ、結構見ててハラハラしたし、まあ普通に楽しめましたね。でそんなにですね、登場人物がポンポン死んだりしないんですよ。そこら辺はなんかこう暗いドラマっていうよりはもっとコメディ路線なんで、結構安心して見れるようなところもなんか僕としては良かったですね。はい。であとは印象に残ったのはその愛の不時着っていうタイトルを僕はちょっと考えたんですけど、これはですね、最初はですね、その主人公の女性がですね、竜巻に巻き込まれてうっかり北朝鮮に行っちゃうことで、まあ、その北朝鮮の軍人に恋をするっていうことが、まあ、愛の不時着っていうことなのかなって思って見てたんですけど、まあ、実はこれですね、それだけじゃないんですよ。北朝鮮のこの軍人にはですね、もともと翻訳者がいて、まあその人がですね、まあ、ソ・ダンっていうのがいるんですけど、まあ、この2人が恋に落ちちゃうことによってこのソ・ダンさんのですね恋は終わってしまって、まあ、代わりに別の男性と恋に落ちてっていうか、まあ結婚の約束もするというそういう流れがあるんですけど、まあ、その他にもですねこの主人公の女性のユンセリっていうのが、まあ、北朝鮮にその迷い込んでからですね現地の村のですね奥様方に、まあ、守ってもらったりとかですね、やはりその軍人のその部下のみんなに守ってもらったりみたいなこと で最初はですねみんな警戒してるんだけど、まあ、だんだん仲良くなっていって、まあ、そうやってこう親密さを深めていくとかね。であとその主人公の女性ユンセリっていうのは、まあ、自分の母親ともちょっとあんまり愛情を通わせることがもともとできなくて、まあ、結構かわいそうな幼少時代を送ってきたっていうまあ過去があるんですけど、まあ、そこもですね、まあ、いずれこのストーリーの中でだんだんこう解決していくというか仲直りするというか、まあ、いい親子関係に変化していくっていう流れがあるんですね。まあ、そういったいろいろな愛情が生まれるっていうことのですね、まあ、予期しない形っていうのの一つ一つが、まあ、僕には全部愛の不時着っていう言葉になんか当てはまるんじゃないのかなっていうのを見た時に、これはですねただ単にその韓国女性とですね北朝鮮の軍人のまあラブストーリーだけを愛の不時着って言ってるわけじゃないし、それだけを描いてるわけじゃないっていうところに僕は結構好感を持ったというか、見ていて面白いというか、いろんな人がいろんな視点から楽しめるストーリーだなというふうに見受けられました。そこが結構面白いなというふうに思いましたね。うん。で最後結末なんですけど、僕はね結末はね結末の前にあとこのドラマで僕が好きだったポイントっていうのを一つお話しすると、精神世界ってまあ思う精神世界、はい、心の中の世界、まあ、妄想の世界なんて言ったらいいか、その主人公のユンセリのはですね、まあ、北朝鮮に不時着する前それよりももっと前に、まあ、死にたいと思ってた時期があって、まあ、スイスに安楽死しに行こうとしたら断られて、まあ、その病院でですねちょっと観光してみたらどうですか、スイスの美しい景色見たらね気が変わりかもしれませんよなんて言われて観光してたら、まあ、ある場所ですごく美しいピアノの音楽の曲を聴くんですよ。でそのに痛く感動して私もうちょっと生きてみようかなみたいな気になるっていうのがあるくだりがあるんですけど、
で彼女のそのまあ心の中でですね、まあ、いつもその流れてるその音楽っていうのがあるわけですね。しかし誰に聞いてもその音楽曲は何ていう曲かわからないままでいると、なんだろうなっていうふうになったら、まあ、実はそれはもともとピアニストを目指していた、まあ、その北朝鮮のそのリ・ジョンヒョクという中隊長が、まあ、自分で考えた、まあ、自分の兄弟のために作った、まあ、亡き兄弟のために作った、まあ、曲であったと、まあ、そういう、まあ、ストーリーがあるんですけど、でなんかこうそういうですね、なんか自分の心の中の描写っていうのかな、なんかこう因果関係とか合理性で語れないような、なんかもっと霊的な部分みたいなことの描写、あとはなんかその2人が、まあ、片方がまあ北朝鮮にいて、もう片方がまあその韓国にまあ一旦戻ったりみたいなこともあるんですけど、まあ、それでもまあお互いがお互いを思ってるみたいなですね、なんかそういうこう本当にそうかどうかわからないんだけど、まあ、なんかそうだといいよねみたいなことだったり、なんかねそういう精神世界の描写みたいなのを結構恐れずにやってるあたりが僕は結構好きでしたね。なんかやっぱアメリカとか欧米のドラマっていうのはもうちょっとこう合理的な世界観作るんで、そういう意味でなんかこうあの恐れずにね、なんかそういう心の中の世界をどんどんあの描写していくような姿勢って、まあ私はそう見えただけなんですけど、そこも結構ね僕好きでしたね。だからなんかこう結末っていうのは、結末話す前にあと話すことあったかな、まあでもそんなとこかな。で最後に結末について、話すと、僕は結末はちょっとうーんっていう感じもなくもないかなって思ってますね。まあ、100点満点中だったらまあ70点とか、まあ分かんないけどっていう感じで、なんかまあ、ここからも完全なネタバレですけど、まあ、もうすでにご覧になった方はもうご存知かと思うんですが、まあ、時々ですね、まあ、ユンセリはスイスに行くんですね。音楽家を支援するための、まあ、財団みたいなのやってて、まあ、それに行くと、まあ、彼も来てて、まあ、だから1年のうち何回を彼とスイスで過ごす、そんな生活を送るようになるみたいな感じなんですけど、ま、それやるんだったら、なんか最後になんか彼らのもとに、まあ、ちっちゃい子供が駆け寄っていくみたいなね、あ子供もできたんだなみたいな、なんかそれぐらい言ってほしかったし、なんかなんですかね、その時々は会えるようになったよっていうことは、まあ、進歩っちゃ進歩なんだけど、でもそれって最上の幸せかなみたいなのが、なんか私はちょっと疑問に残って、なんかいっそもう会えなくてもなんかお互いを持ってるますよみたいな方が僕はなんか美しかったんじゃないかなというふうにもちょっと思いました。でも不満っていうほどではないですね。まあまあそういうことだよねみたいな、なんかオープニングもスイスの風景でお互いすれ違うシーンがあるし、まあ最後はスイスだろうなみたいなのはなんか思ってたら、ああまあやっぱりそうかみたいなところはまああるんですけど、なんかまああるんですけど、なんかもうひとひねりあってもよかったかなみたいなね。だってなんかスイスでユンセリはそのリ・ジョンヒョクに会おうと思って毎年スイスに行ってはあちこち行くけど会えずにみたいなあのシーンをやるのに、なんか最後適当にもう一回パラシュートやったら、なんか降りたところで彼が立ってるみたいな感じなんすよ。なんか最後慌てすぎじゃねえみたいな、なんかもうちょっとこうなんか あってもよかったかなみたいなのはね、まあ、結末に関してはまあ思いましたね。まあだからといって不満に感じるようなことはなかった。まあこんなもんだろうなみたいなね、なんかそういう感じなんですけど、はい、結末に対する私の感想はまあこういった感じです。
で、まあ、非常に前回の動画ではですね、パラサイトのことをお話しして、今回は愛の不時着なんですけども、どちらもアイディアがすごい素晴らしいんですね。アイディアって何のことを言ってるのかって、もうちょっとうまく言えないんですけど、なんか愛の不時着で言えば、まあ、なんかその何でしょうね、まあ、アイディアって何のことを言ってんのっていう話か、僕も今答えられなくて申し訳ないですけど、とにかくそれがうまくいってるせいで、なんかね、お話がね、どう転んでもいいなって思ってる、思いながら見てる自分がいるんですよね。なんか、あ、素晴らしいストーリーができてるなっていう感じだから、さあ最後どういう着地をしてくれるんだろうみたいな、でもどういう着地してくれてももうすでにこっちは満足してますよっていうぐらいのものをですね、結構見せてもらったので、非常にクオリティ高いなというのも、まあ、大変感心いたしました。ということで、愛の不時着はですね、大変おすすめでございます。誰が見ても普通に楽しめる、映画じゃないね、ドラマとなってますし、まあ見たらですね、いろんな人と話題にもなるんでね、結構いいかなと思います。あとね、何がいいって、実際にその主人公のその2人がね、現実にお付き合いされてるって最近報道になってましたね。なんかそういうのもなんかちょっとすごいなってなんか思いましたね。はい、まあちょっと余談ですけど、ということで愛の不時着は大変おすすめです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。